はい、それではガンノート今日もスタートさせていただきたいと思います。どうもよろしくお願いします。はい、まずはですね、ガンノートのちょっと紹介をさせてください。ガンノートはですね、がん経験者によるがん患者のためのインタビューの放送ウェブ番組でございまして、医療者に医療のことだったりだとか、そういったものは聞いたらいいと思うんですよね。ただそれ以外のこと、例えば学校にどうやって復学したかだったりだとか、あと今日だと受験勉強どうするかだったりだとか、あとそうですね、お金だったりだとか、本当辛かった時どう乗り越えたらいいかとか、そういったところの情報が今の、まだまだ日本だと少ないなということを思っておりまして、それをゲストに来て語ってもらおうというようなウェブ番組になっております。ガンノートの中では3つ課題があると思っていて、センシティブな情報の不足ですね、がん患者さんが悩むところで、そういったところに関しては、一歩踏み込んだ患者情報を発信できればなということと、あとネガティブな情報や偏見といったところを今日来てくださっている、あかりちゃんにもリアルなロールモデルとして明るく語っていただければと思いますし、また孤独といったところではですね、はい、時間の共有といったところで、はい、じゃあ時間の共有といったところで、皆さんとこの生放送を通じて放送していければということを思っております。はい、はい、ではですね、またガンノートは、寄付でも、やっております。寄付で運営しておりますので、またご支援のほどよろしくお願いしますというところで、はい、私の自己紹介でございますけれども、岸井徹、岸田徹なんで、ちょっと岸井徹という、で、肺細胞腫瘍の、がんサバイバーです。そして、ステージは 3B でした。で、今、NPO 法人がんの代表理事をさせていただいております。はい、といった、一応、がんサバイバーもさせていただいてます。というところと、あと、今日のゲストですね。はい、あかりちゃんをゲストに迎えておりますので、あかりちゃんにちょっと自己紹介の方、よろしくお願いいたします。はい、鴨あかりです。癌種は肝未分化胎児性肉腫というもので、軟部腫瘍になります。2016年の18歳の時5月から闘病していて、で、治療が終わって現在は経過観察中の20歳です。予備校生です。はい、来た20歳20歳いやー、いいっすね。まだ若い、まだ若いっすね20歳。いやー、ちょっとそこの若いエッセンスをいただきながら、はい、今日は放送していければなということを思っています。はい、ではですね、今日の、放送で、じゃあ早速なんですけれども、はい、発覚から告知、がん宣告に至るまでについてですね、はい、コメントでも20歳若しというものを見せたりとかしてますね発覚から告知について、はい、あかりちゃんがどうやって何やっけ、肝未分化胎児性がん肉腫、はい、が発覚したのかということで、ちょっと待って、まずさ、その肝未分化胎児性肉腫ってどんなのかっていうのをさ、ざっくり分かったりとかする？なんですね、これがこう自分の病名を聞いてから、まずググるんですよ、ね、Google で検索してね、ググったら、ほとんど情報が出てこなくて、本当にもうなんか小児がんの肝がんの中でも非常に稀なのにたまにあるよみたいな感じで記述されてるくらいで、本当にこのものに対する情報っていうのは出てこないので。そうよね、種類としてはあるよみたいな感じで載ってるんですけ ど、その中の内容がないっていう、情報はないですないので、そうですね、論文とかが出てくるから、その論文自分で読んで読んでます。なんか英語とかの論文とか。マジで、暇つぶし、趣味ですねマジか。英語の論文、Google 翻訳せずに、大体わかるじゃないですかいやどんな二十歳なマジで。だいたいキーワードだけ拾っていけば、キーワードだけ拾って、こんな感じなのかなみたいなの分かる。日本語とか英語とかの論文読んで、はい、レアなんだなみたいなで、基本的には軟部腫瘍ではあるので、ユイング肉腫とか有名なやつがあるじゃないですか、あれとは近かったりはするんで、
そういう感じかなという捉え方ではいますが、このものに対する情報というのはもう調べようがないです。そうね、全然載ってないからね。ないです、はい、まあそういう南部肉種の一つ。南部肉種です。はい、南部肉種の一つ、まあ肉種の中の一つだと思ってください。いっぱいあるんでね、肉種は種類が。そうね、はい、じゃあですね、はい、その中であかりちゃんが、あ、もう今日あかりちゃんって呼んでいいですよね。あ、もう、はい、いつも通り、いつも通り。いつも通り、はい、じゃあ、 あかりちゃんのなんで、じゃあ官身分化胎児性肉種が分かったのかどうかっていうのをですね、はい、ちょっとあの語っちゃっていただいてもいいでしょうか。はい、はい、まずですね、2016年の初め頃、まあ、当時高校3年生で、うん、受験生で、受験期だったんですけど、うん、その頃から、なんか食欲が落ち始めたり、うん、あと微熱が出たり下がったりするようになって、で、まあ、普通に受験期でしたし、まあ、ストレスとか受験勉強の疲れかなみたいな、で体調悪くしちゃったかなみたいな感じで思ってて、でほっといたんですよ、うん、ね、で当時は本当に風邪だと思ってて、耳鼻科とかクリニックとかに行って、なんか食欲がないんですよとか熱があるみたいな話はしてたんですけど、まあ、まさかこんなね、こんなだと思わずほっといて、普通のクリニックに行って、でそれで風邪だと思って、風邪だと思って、で先生たちもなんか処方してくれたりとかしたんですか。なんかあ、もう普通に風邪扱いです。風邪扱いで、まあ、高校卒業して3月に、うん、で、まあ、受験はちょっとあんまりあの結果がよく出なかったので浪人を決めて、で4月から浪人生で予備校に通い始めるんですけど、うん、でまあ、4月から通い始めて5月のある日に、なんかその日も体調があんまり良くなくて耳鼻科に行ったんですよ。うんうん、耳鼻科にね、いつも行きつけのね病院が耳鼻科だったんで、おうおう、で耳鼻科に行って、なんかちょっと風邪っぽいんですよとか言って薬もらって、うんうん、でお家に帰る途中で、うん、すごい最初左肩がすっごい痛くなってきて、左肩、はいはい、はい、そうそうそう、うん、なんかその時リュック背負ってたんですけど確か、うんうん、もう左肩がめちゃめちゃ痛くて、もうリュックも背負ってらんなくて、でやばいと思ってお家帰って、で帰ってからもうどんどん左肩も痛くなってきて、でそしたらその後急にお腹が痛くなって、うんうん、肩の次に、それ帰ってる時にもう、あ、もう耳鼻科から帰ってきて、でもうお家が見えてるくらいのところで肩が痛み始めて、でお家に帰ってからなんかお母さんがいたんですけど、お母さんになんか肩が痛いとか言ってたら、今度すっごいもう急激にお腹が痛くなって、うんうんうん、で本当にもうすごい激痛で立ってもられないし、冷や汗もすごくて、もうソファーにうずくまって、うーん、お母さんやばいとか言って、うん、でもうあまりにも痛かったから、じゃあ病院に行こうって言って、まあ、とりあえず病院に行ってきたけど病院行こうって思った。そうそうそう。だから今度は耳鼻科じゃなくて、近所のクリニックに向かうんですよ。まず大きい病院行くにもやっぱ紹介状があった方がスムーズだ、ね、うん、なんで近所のクリニックに行きます、はい、行きます。で、はい、そこのクリニックでとりあえず、まあ、レントゲンを取って血液検査をするんですよ。でレントゲンを見る限りでは何もなかったんですけど、血液検査で CRP っていう炎症値、はい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 、の値があるんですけど、うん、CRP ね、っていう、まあ、炎症値の値、そうそう、マーカー、腫瘍マーカー、マーカーではないか、腫瘍マーカーで炎症値の値が、はい、あれが確かですけど多分普通の人だったら 0.0 いくつとか、うんうんうん、そのくらいなんですけど、なんか10くらいあって、うーん、だからこれは何かあるよって言われて、大きな病院を紹介しますって言われて、それで、市民病院の方に行くことになりまして、クリニックから市民病院を紹介してもらったってことですね。紹介してもらってで行きました。で、うん、もうその期間は結構すぐ、あ、もう本当行ってクリニック行って血液検査して出て、じゃあ市民病院行こうかって言って、そのままタクシーで市民病院、あ、その足で、その足で、おお、ね、
その足でじゃあクリニックじゃ何も分かんないのでって言って、で市民病院に行ってタクシーで向かいました、はい、で市民病院に行って診察受けるんですけど、うん、もう症状は本当お腹が痛いってことと血液検査で炎症値が上がってるっていうことだったので、まあ、先生に当時18歳だったので CT を取るのは、まあ、被爆しますから CT ってね、まあね、若干でもねあんまり勧められないなって言われて、あんまりそんなめちゃめちゃ推奨するわけではないって感じで、まあね、症状もお腹痛いなので、うん、まあなんか自分的にも腸炎とかなのかなみたいな、まあまあそう、ね、ストレスとかねいろんなあのかなんかいろんなものが重なって、うんうん、っていう感じだったので、その日はとりあえずその市民病院に行ったんですけど、うん、抗生剤を出してもらって、ほう、それで様子見をしようって言われて、でしばらく経ってもまだ痛いようだったらもう一回 LINE してくださいということで、もう一回 LINE してください、もう一回来てください、あ、もう LINE ね、ごめん、うん、LINE じゃない SNS の LINE かと思った、めっちゃ親しいなと思って、初めましてだったね、初めましてですよ、 LINE、ね、来てください、ね、で帰ります、その日は、うん、その日は帰りますと。じゃあもう抗生物質出されて大丈夫だろう、大丈夫だろうなって、まあ、様子見ようと、うん、様子見をしようっていうことで帰ります。で様子を見て、どうでしょう。でですよ、あの抗生物質を飲んだからなのか、まあ、時間が経ったからなのか、うん、その後3日4日くらいでだんだん痛みが収まってきたんですよ。おーおー、よかったっすね、うん、それは。で、まあ、大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ、1週間経ってまあなんかロフトベッドだったんですけどね、当時ベッドが、うん、ベッドの端子を降りてる時に、うん、なんかまだ痛いなと思って、お腹、うん、お腹が、うん、もうずっとお腹がこの辺が痛いんですけど、うんうんうん、でちょっと今日予備校の授業だるいなと思ってまあね、5月とかだったね、まあ、5月病って言うんですか、もうちょっと、そっか、5月、ちょうど今ぐらいの時期か、ちょうど約2年前ちょうど2年前くらい、約2年前の今ぐらいかです、はいはいはい、はい、ちょっと授業、うん、今日の授業ちょっとだるいなみたいなはいはいはい、ちょっとまだ若干、まあ若干痛いし、まあ原因わかんないのも気になるから、うん、病院行っとこかなみたいな、まあ、体調優先でねそうそうそう感じで、はい、で病院に行く、市民病院に行くんですよ、市民病院に行くと、で行ったら、まあ、まだ痛いということであれば CT を取りましょうって先生に言われて、うん、でそこで初めて CT 検査をするんです。あそこでようやく、じゃあまだ痛いということであればということで CT 検査をしますと、はあ、で、うん、CT を取りました、で先生に呼ばれます、うん、そしたら、それ一人で、いや、お母さんと行きました、うん、そしたら先生に、今日はこのまま入院してもらいますと想定外でした私はもう CT 取ってなんかもう何もないですねみたいな感じで帰れるかなって感じで行ったら、帰れません今日はとか言って、でしかもなんかその CT 見たら肝臓に病変があるって言われて、肝臓にね、肝未分化体質筋肉腫の肝は肝臓の肝なんですけどね、うん、肝臓に病変があるって言われて、でなんか何かしらの塊が2つありますと、肝臓に、うん、でなんかなんていうんですか、雪だるまみたいな感じ、おこういう感じで、こういう感じで2つあって、そのうちの一方から出血が見られます。マジで？そうそうそう、だから最初の腹痛は出血だったんですよ多分。マジかで出血してんの、出血してて、うん、なんかこれはもうすぐに止めなきゃいけないから、今から冠動脈塞栓術っていうカテーテル治療をしますって言われて、もうわけわかんないでその後すぐに処置室連れてかれて、で尿道カテーテル入れられ、起きたまんまですよ、うわ超痛いんですよあれ、痛いんですよ。大体ね、そう手術でね、そう手術とかで尿道にカテーテル入れられるのって、麻酔してる間にね、そうそう起きたら入ってるっていうのが多いから、逆に起きたまんま、そう、麻酔は
話ですよ、足開いてくださいって言われて看護師さんに尿道カテーテル入れられて、痛い。であともう点滴も取って、もうその時初めてで点滴取るのも、うんうんうん、もう目の前さーって真っ暗になっちゃって立てらんなくなって、うん、尿道カテーテルと点滴ほぼ同時にやられたから拷問でその後すぐに、うん、そのなんかなんていうんですか、カテーテルやる場所に連れてかれて、うん、で足の付け根、はいはいはい、付け根のとこからカテーテル入れられて局所麻酔して、うん、それで、まあ、血を止めまして、血止めてでそのままこっからじゃあカテーテルってその肝臓の肝臓に、うん、肝臓脈に、肝臓脈のやつで止めて、血止めて、で一旦それで終わり、でそれでその日はそのまま入院で、でカテーテル足の付け根から入れたんで、 そこから出血したらダメだから、まあ、しばらく圧迫して、で曲げちゃいけないって言われて、その後12時間足を曲げちゃいけませんって言われて、うん、で無理じゃないですかそんなんね、自分の力じゃ寝てる時とか絶対曲げるじゃないですか、だから結局ベッドに足を縛り付けられました、紐でロープでロープで、そう右足だけそう縛り付けられて、へえ、だから、うん、立ち上がれないから尿道カテーテルも入れられたんですけど、はあ、そういうことね、そうすげえ、でそのまま入院です、ね、コメントで同じ治療に今合ってます奇遇ですね奇遇ですね、これが痛いんだよねっていう、痛いんですよ、ね、じゃあもうそれで固定されてされて12時間わけも分からず、なんでこんなことをしてるんだろうと思ってってなるよね確かに、想定外でした、全然入院するつもりじゃなかったので、でそのまま入院するんですけど、うん、最初は、全然がんとかじゃなくて肝嚢胞の疑いっていう診断で、肝嚢胞っていうのがあって、うん、まあ、肝臓のところに、まあ、液体が溜まっちゃうみたいなやつで、うんうん、あ、あれですよ、あのちゃんとあの医療情報はちゃんとねそう、調べていただいて、ちゃんとあの調べたりだとか、あの医療従事者に聞いてくださいね、これあくまで 体験談 の人のコメントなので、はい、無害っていうか、それだとまあ別にがんほどあれじゃないやつで、で当時ちょうどね高須院長のクリニックが肝嚢胞になってたんで、うん、おお、そうなんやそうなんですよ、はいはいはい、たまたま高須院長院長が肝嚢胞にやってて、うん、あ同じじゃんとか思って、まあ調べてみても、そんな、まあそのそれを、まあ、出血してたからその出血を止めなきゃダメだったんですけど、抗生剤の点滴で治るみたいな、あ、そういう感じ、確か、うん、そういう感じだったんで、まあ大丈夫かなと思ってたら、で、まあ、入院して、とりあえず抗生剤の点滴入れて、で、まあ、本当に肝嚢胞なのかっていうのが分かんないんで検査をいっぱいするわけですね、うんうん、MRI とか CT とか、うん、したら、まあ、入院してる時に検査の結果が出ましたと先生が来て、うん、結論から言うとこれはなんか腫瘍状のものですって言われて、ほう、うん、でその時初めて腫瘍っていうこと言われるんですね、そう、うん、でこれは手術をしなきゃいけないですって言われて、うんうんうん、で本当は、がんとかだったら、まあ、に例えば乳がんとかでも生検って言ってね、細胞をちょっと取ってね、そのものが何かっていうのを調べてから手術とかになると思うんですけど、なんか場所的にも、まあ、出血があったっていうのもあると思うんですけど、うん、取ってこれない場所なのでとりあえずお腹を開きますって言われたんですとりあえず何かは分かんないけど、うん、とりあえず取らなきゃいけないことは確かなので、良性、うん、であっても、うん、どっちにしろ取るのでとりあえずお腹を開きましょうって言われて、でね、またびっくりって感じです。そうですよね、全然手術なんてそんなつもり一切なかったからもうとりあえず取りましょうと、もうすっごいショックで、うん、ね、お腹切るっていうのが、そうだね、特に女性やからなんかまだ18歳だし、ね、ちょっとビキニとかもまだ着たいなっていう確かにね、うん、あったんで、うん、え、もうがっつり回復、あ、回復、もうがっつり回復、がっつりここで、あ、そうしますって言われて、
で手術が決定、うん、してで、まあ、手術の日程がちょっと後だったんで、うんうん、まあ、1回退院して帰ってで再度手術で入院に、うん、なったなります。そっか、今、まあ、1回退院して手術するために今あの準備して、そう、じゃ あのそれ1回最初入院した時に、うん、だんだんあのそのまま、処置して、うん、で1週間ぐらい経ってようやくその取りましょうみたいになって、でそれで退院してまたその翌週とかどのくらいでしたかね、手術が6、そう 2週間後くらいですかね、2週間後ぐらいにじゃあ手術しましょうということで、うん、また入院、ね、入院するわけですね、しに行きます、しに行きますと、で入院して手術です。手術で、うん、その、はい、腫瘍とあとは肝臓を一部切除して、うんうんうん、ああそうなの、肝臓も取って、うん、しました。どれぐらい、結構長かった手術として、7時間とかですかね、うん、そのくらいだったと。あ、じゃあ結構1時間、7時間、7 、ね、日本語何、ね、もう30歳になってると隣でも聞こえる、7時間くらい、7時間ぐらい、はい、で傷も15センチくらいですかね、15センチ、みぞおちからおへそくらいまでこのくらい、ここバッサリ切って、バッサリ切って、え、痛くなかった、痛かったです痛かったです、痛いよね、で全身麻酔ももちろん初めてだったので、すごい全身麻酔から目覚めた後にパニックになっちゃって、はい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 、もう訳が分かんないですよね、パニックになって、なってもうなんか目覚め、うん、意識が戻ったところが、うん、なんかエレベーターの中だったんですよ。ああ、手術室が変えるエレベーターかな、じゃなくて、うん、かな、うん、もう訳が、うん、周りの状況は全然自分で把握できない、うん、エレベーターの中で目覚めて、うん、もうパニックで、もう痛いし、めちゃめちゃ痛くて、もう薬をくれ薬をくれだのわめいてわーってパニックなって、もうその晩はすごかった、その晩はもうわけが分かんない、でいろいろドレーンとか、うん、まあ、体液を排出する管だとか、なんか鼻から胃に通してる管みたいなのも入ってたりして、うん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 、もうとにかくもういろいろ痛いし嫌だし動けないしって、そうね、大変よね。そっか、まあそれでそのもうパニックなって、まあ痛いし、うん、痛いけど、まあ鎮痛剤とか投与されて、まあ、比較的そっからは安静になる。なる。で、まあ次の日の朝には歩かされたんで、うん、そう、大体ね、早いんですよね。大体翌日歩かされますもんね、手術したら。そう。で、でも次の日の朝起きて。うん、じゃあ歩きましょうとか言われて、でそういう知識とかも、まあ、当時はもう本当にないんで、手術後どうしてんのかなみたいな、なんかイメージ的にやっぱり手術後なんてしばらく安静してるイメージだったんで、歩くみたいな、そうまだね、まだあの事前に言ってくれてたらちょっとよ、あのなんか、まあ、多分軽くは言ってたんですけど、あ、こう本当かなみたいなあ、マジ歩かされますもんね。本当に歩かされるんですよ、うん、なんかね、うん、なので僕の場合なんかあのなんつうの、あの押し車みたいな、あった、ありました、あれでこう、そう、一周してくださいとか、そうそう、感じで次の日の朝歩かされてめっちゃ痛いよね、めっちゃ痛い、もっと立ち上がるだけで大変なのに、そうね、歩かされね、で終わってから、うん、手術してから10日くらいで退院しましたね。あ、10日ぐらい、あ、そうだったね、うん、じゃあ手術してそこの10日間は結構比較的順調に、そうですね、まあ次の日の朝には歩いて、そこから歩いたり、うん、そこの病院ではリハビリもしてくれたのでね、なんかあの自転車こいたり、階段上り下りしたりすごいね、結構充実してるね、そうしてくれたんですよ、だからそういうのをして、で10日後には退院して、はいはい、退院して、で取ったものは、手術の後に病理の検査、顕微鏡の検査に回すので、後日外来来てくださいということで退院します。おお、で退院してどれぐらい先に次の外来があったんですか？1週間後ぐらい、
そうですね、そんなもんじゃないですか。じゃあ1週間後に外来で行きますと。行きますと。そしたらでもすごい能天気に行くわけですよ。手術する前も先生たちも、まあ、良性か悪性かは分かんないって言われてたんですけど、確率的に言ってね、まあ年も18歳だし、うん、まあ良性でしょうみたいな、うんうんうん、悪性の可能性は低いですよって、まあ、励ます意味でも、うんうん、そうずっと言ってくれてたんで、まあ、外来って良性って言われて終わりかなくらいの軽い気持ちで外来に向かうんですよ。そしたら先生に、取ったものなんですけど、うん、病理検査の結果、滑膜肉腫だというものですと言われたんです。病理検査の結果滑膜肉腫ですと。そう、最初は滑膜肉腫って言われて。滑膜肉腫もまたね漢字書きづらいやつですよね、はい、滑膜肉腫、はい、って言われて、はい、で、これは診断通りだったら大変希少な腫瘍で、僕自身も見たことがないですって言われて、分からないですって言われて、 お医者さんに。おその時はあれまだずっと市民病院、あ市民病院です、ね、分かんないですからちゃんと専門の病院で見ていただいた方がいいと思いますって言われて、で、国立がんセンター、ここを紹介される、ここの中央病院に、がんセンター中央病院に紹介されると。そうです。いやもう滑膜肉腫って言われた時はもうじゃあ悪性の腫瘍ですみたいな話には言うんですけど、なんせ本当に知識がないので、がんに対する、うん、まず肉腫って知らないんですよ。そうね、うん、いやいや18歳してたすごい知らないですよ、ね、確かに。そうそうそう、だから肉腫かがんなのかっていうとこが分からない、うんうんうん、分からなくて、でも国立がんセンター行くからがんだよねみたいなことをお父さんと話して、ああじゃあそこでの詳しい説明はあんまりなかったよね。滑膜肉腫ですっていう説明あっても、そう、まあまあ悪性の腫瘍です程度は言われたんですけど、肉腫イコールがんみたいなにやりとか、うん、そういう結びつきとか結構は、まあ多分先生は知っちゃってるから、そうね、そういうこと話す多分話してないのか、私の耳に入ってなかっただけなのか、あだからもう戸惑いって感じで、がんセンター行くんだからがんだろうと、がんセンターは私がんだよねみたいな、でネットで検索するんですよ、うん、肉腫とか、うんうん、あこれはがんっぽいぞと、ね、ということで自分ががんだと悟るわけです。悟るわけ。その時どうでした？自分結構ショックでした？全然お全然ショックみたいな感情なくて、なかった、もうとにかく戸惑いが大きすぎて、戸惑い、もうわけが分かんない、自己の状況に対応しきれなくて、うん、意味が分かんないですね。滑膜肉腫なんてわけが分かんない病名言われて、そっか、もうずっと戸惑いしかなかった。ないです。お母さんはその時一緒に行ってた？一緒にお母さんと行ったんですけど、お母さんも戸惑い、うん、2人して戸惑うみたいな、うん、なんだろうみたいなそうね、なんやろうってなるわな、確かに。なりますよ。じゃあもう、じゃあそこでちょっとだけ、はい、はい、まとめていきたいと思うんですけれども、2016年2年前の5月に腹痛が起こりました。その後にカテーテル治療で、カテーテル治療入っ、まあ、入院して 即入院してカテーテル治療をやりつつ、はい、でその後6月に手術、そのままね、退院してもう一回手術に備えて手術をすると。でその手術が終わってから、はい、滑膜肉腫っていう、がんの告知になったということですね。そうですね、はい、ここまでが告知です。ここまでが告知です、はい、でそこからがんセンターに来ましたと。もうすぐ来れました？あもうすぐ予約取って、数日ぐらいで、まあ結構すぐ行きましたね。うん、じゃあそれでがんセンターに来れましたと。来れましたと、はい、じゃあそこからどうなっていくんでしょうか？そこからで、うん、その手術の時に切ったものの、うん、がこうプレパラートになってるんですけど、そのプレパラートを持参して、でその市民病院では、うん、まあ、多分滑膜肉腫っぽいけど、それ以上詳しいことはちゃんともっと詳しい検査をしないと、うん、ちゃんとした病名は出ないから調べてもらってってことで、プレパラート持参してがんセンターに受け渡し、うん、受け渡しで調べてもらう、調べてもらうと。でまあ
その後日、うん、外来来た時に調べてみたら官民文化胎児性肉腫というものでしたと。おお、ということはあの病名はちょっと変わった。ちょっと変わった。でもまあ近い部類ではあるらしいんですけど、まあちょっと変わった。もっと難しくなったと思ってそうね、一生懸命滑膜肉腫って名前覚えたのに、うん、また変わるってそうね、あ確かに確かに、そっか自分でまた。でそれを説明された時は、はい、どう思いました？いや、まず最初聞き返しましたよね、官民文化胎児性肉腫って言われてる、んって、うんうんうん、もう一回言ってくださいとで言われて、でそれでそこからじゃ あのどうしていきましょうっていう話にはなったんですか？あ、なりましたね。それで、まあ、一応手術をして検査、今の段階では、うん、そのがん自体は目に見えるものはないので、うんうん、ないんですけど、あの術後の抗がん剤をやろうかなみたいな話になりまして、うん、でまあだからその時に抗がん剤やるってなって、妊孕性温存の話もそこでされて、出た妊孕性温存。妊孕性ってあのね、あの見ている方でわからない人のために言うとな、あの自分の生殖機能を温存するかどうかですよね、うん、子供、今後の子供を作る時に、はい、その話をされたと。されたと。その話今ここでしていいんですか？あとでそうね、ちょっとその話とかをちょっとしていただきたい、ね、まあ簡単にあの、まあ、まあされて、妊孕性の話されて、で、まあ、別の病院にその妊孕性温存のためのお話を聞きに行って、うんうん、で、まあ卵子保存と、女性の場合卵子保存と、うん、あと今卵巣保存っていうのもあって、はいはいはい、ありますね。で、まあ、抗がん剤始めるまでの期間が短いから、卵子だともうせいぜい 2,3 個くらいしか取れないかなみたいな、それだったら腹腔鏡下手術で卵巣保存の方がいいかなみたいな提案もされて、でも自分的にはなんか別に今パートナーがいるわけでもないし、子供が欲しいみたいな気持ちもあるわけでもなく、 100% できなく、子供ができなくなるわけじゃないじゃないですか。そういう可能性に低下するっていうね、だけどね、話でね。なので、うん、結局断ります。お断る断ります、うん、で断ったらですね、次の日か次の次の日くらいにがんセンターから電話が入って、ああ主治医から、うん、抗がん剤治療やっぱりやりませんって言われたんですよ。なんでえそうなん、別にその断ったことが原因とかじゃ じゃなくて、ね、全然関係ないんですけど、 なんかその抗がん剤治療、術後の抗がん剤治療は、うん、私のがんはなんかなんていうんですか、もう決まったルートがあるわけじゃなくて、そのみんなで考えて、かの先生ですごい話し合ってなんか最初はやろうかなってなってたんですけど、やっぱ抗がん剤も無害じゃないですから、まあ、再発が予防できるかもしれないし、もしかして害を与えるだけかもしれないから、うん、そこのバランスを考えた結果やりません。そう、私たちの病院ではやらない方がいいんじゃないかという判断になりました。なりましたと。でもしセカンドオピニオンとかで行きたいんだったら紹介するから、おいい先生で、うん、そう、例えば眼検有明とか行ったら、おそらくやると言われるでしょうって言われておでも僕たちはやらない、まああの話にね、はい、まあ、そこら辺はだって天秤にかけてですもんね、そうそうそうって言われたので、まあ、セカンドオピニオン行くかどうかってちょっと悩んだんですけど、まあ こっちの先生が言ってるならで、まあ正直やりたくないじゃないですか、うん、抗がん剤なんてね。そうね、抗がん剤とかあのそんなに自分で自分からやりたいっていう感じではないですし、うん、あんまり自分ががんだって自覚もないので、うんうんうん、もう手術して取っちゃって今ないわけですし、ものがだからまあやらないということで、やらないということで、はい、一回経過観察に入ります。経過観察に入りますと、はい、入りますと、入ります。それが8月です。それが8月、じゃあ5月からあの6月、6月、7月で、8月はもう結果観察入りますと。入りますと、はい、ますなるんです。なります。がしかし、だがしかし、だがしかし、はい、だがしかし9月に入った頃からですね、はい、
食欲が落ちてきます。お食欲落ちてきて体調が悪くなってきます。悪くなってきて、で9月の後半に CT 検査をするんですよ。ああ CT 検査して、で10月の外来で、10月の外来で局所再発が発覚します。速攻です。2ヶ月で再発が発覚、再発が発覚しました。その時はどんな気持ちでしたか？その再発しましたって聞いた時は、うん、ああやっぱりなってあ、自分の中でもちょっとそのなんか体調悪かった時にちょっとだけ覚悟するしてた。あ、もうちょっとどころじゃなくて、もうこれ逆に何もなかったらやばいぞってくらい本当に、もうご飯も食べれなくて。そういうこと、うん、もう自覚症状バリバリあったのでもう、あ、でもがんって言われるのも覚悟して、あ、もう再発したんだろうなって感じで外来には行ったので、再発って言われてやっぱりなっていう気持ちでした。あ、そっか、やっぱり答え合わせできたと、うん、これで体調不良の原因が分かったぞ となります。でそこからじゃあどうしていこうってなるんですかね。で10月再発して、はい、再発して、で局所、一応局所再発で転移はしてなかったんですけど、うん、最初は肝臓から出たじゃないですか、うんうんうん、でその最初の手術の時に横隔膜にも若干接し気味だったみたいな、うん、でも先生はその時広範囲切除じゃなくて、うん、まあ、ギリギリを切ったので、まあ、ギリギリ頑張って切りましたとか言ってたんですよ。そしたら今度再発の時横隔膜直下から再発しちゃって、あ、そのギリギリのところで、うんうん、多分ちょっと残っちゃったのかなみたいな、うん、そっから再発しちゃって、うんうんうん、で、その時点で、うん、主治医に手術できませんって言われて、はい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 、そこの場所的にね、いえもう進行しすぎて大きすぎて大きすぎて、うん、もうその当時、え、2ヶ月でそんな大きくなったの？そうなんですよ。もうめちゃめちゃ早くて2ヶ月で15センチくらいに。マジで？めっちゃ早くないですか？すごいね。もう10センチオーバーに2ヶ月って。2ヶ月前の手術って本当何もなかったんですよ。何もなくて2ヶ月経ったら15センチのものができた。もう10センチもう大きくて、でお腹も、うん、もうその頃にはぽっこりしてて、もうそのでかくなってて、もう見た目で分かるんですよ。あ、これがガンだっていう。うーわー、マジか。でもぼっこりしてて、 左側にあったんですけど、左側だけ、うんうんうん、で、うん、絶対もう、そうそう、手術できませんって言われて、で抗がん剤治療しましょう。そうで、なので術前の抗がん剤治療をとりあえずして、うん、腫瘍をちっちゃくしてから手術を目指しましょう、うん、っていう話になりね。了解です。じゃあこの抗がん剤は結構どんな AI 療法って書いてある？ AI 療法ってアドレアンマイシンとイホマイドの2つを使うやつですね。で抗がん剤を結構やってない？10月から2月6クールやりました。6クール1週間治療、入院治療で2週間家に帰ってお休みっていう、うん、スケジュールでやって、それを6クール分やったんですけど、もう早々にトラブルが起きるんですよ。お、なんすかトラブルって？まずその10月、うん、まあ、再発聞いてから結構すぐ1週間後くらいに入院したんですけど、はい、もうその聞いてから入院するまでの間にも多分大きくなったのか何なのか、もうさらにやばいんですよ体調が。はいはいはい、で入院する時にはもうすごい食欲ないどころか吐き気がすごくて常に気持ち悪いみたいな、うんうんうん、でもご飯も全然食べれなくて、うん、で抗がん剤治療まず1日延期になって、はい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 、はい、ご飯食べれなかったし、体調悪いから、で本当はこうCV ポートってあるじゃないですか、うんうんうん、ここに入れるの？ポートね、ポートね、ポートってなんか中心静脈にカテーテル入れて受け口作って、そこから抗がん剤流したりとかするようなものですね。それを鎖骨か、あ、鎖骨かです。ここら辺ね、こことかに入れて、でそこから抗がん剤入れるというやつですね、うん、それを最初やりたくなかったんですよ。うん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 、嫌じゃないですか普通に
いやいや嫌とかそんなあるんですか。だって皮膚の下に埋め込むのがもう怖いじゃないですか。ああ、まあ確かにね。でなくてもできるよ。埋め込まないといけないもんね。そうそうそう、確かになくてもできるよとは言われてから最初嫌だって言って、うん、最初普通に腕の点滴で抗がん剤やろうと思ってたんですけど、はい、うん、ご飯が食べれなさすぎるからその栄養を取らなきゃいけないって言って、はい、で高濃度エネルギー輸液を入れようって言われるんですけど、はい、それが、中心静脈からじゃなきゃ入れられないらしくて、あ、そうなんや。もう腕からじゃ入れられないから、うん、なんかそれのためにつけようって言って、うん、即私の希望は裏切られじゃあ聞くなよみたいな感じで、まあまあ、CV ポートを埋め込んで、でそっか栄養入れて、栄養も入れて、で抗がん剤を始めるんですけど、うん、5日間のうち2日間抗がん剤やるんですよ、うんうん、そしたら3日目の朝、うん、倒れまして。マジで倒れ辛すぎて。いや、それが、エレベーターホールのとこで確か倒れたんですけど、もうなんかやばいって思った次の瞬間にはもう意識なくて、あ、危ないやつや、めっちゃ。で次目覚めたら処置室で酸素マスクつけられて、うん、もう見渡す限り医療者がいて、うん、先生とか看護師とか、うん、でもう自分ではわけわかんないですよね。その後なんかすぐに、うん、結構意識朦朧としてるんですけど、私はなんか CT 撮ったり、うん、胃カメラ行かされたりして、うん、で、まあ、終わった後に先生が説明に来たんですけど、うん、なんか腫瘍が大きくなりすぎてて、うん、胃を外側から圧迫してて、あー、そういうことね、うん、外側がすごい圧迫してて、うん、その胃の内側の粘膜から出血してて、うん、あ、マジで。でそれで倒れたらしくて、へ、で結構何箇所からも出血してて、でその日の出血は、胃カメラの処置と輸血で乗り切りつつあるんですけど、あったんですけど、もう次そういうことが起こったらどうしようもないですって言われて、マジで。そうです、死にますって言われて、本当に言われて、同じようなことが起こったら次は死にますって言われて、マジでもうストレートに言われてで、そうですね、そういう次起きた場合はもう蘇生処置は行えませんと、心臓マッサージとか人工呼吸器をつけることはしないですけどいいですかっていう書類にお父さんがサインしててマジで。あ、結構衝撃ですよ。衝撃じゃない、自分でもう先生にこのままじゃ死にますと、次起きたら死にますと、心臓マッサージと人工呼吸はしないけどいいですねと、いいですかじゃなくていいですねと言われてすごいな、その時だって自分よく言い訳ないやろとか思わへん。でもまあどうしようもないって言われた、腫瘍由来の出血だったんで、もう我々ではもうどうしようもないと。ああ、そうなんや。もうね、腫瘍を取り除かないとどうもできないからって言って、でお父さんがね、いいですってサインする。そう、未成年だったから、うん、自分でサインができないんですよ。そうね、そのお父さんとかに書いてもらうと。そう、それもなんか自分の命のことなのに、うん、お父さんがサインするのかと思って。確かにね、18歳やったらもうだいぶ字が芽生えてるもん ね、もう大丈夫やもんね、うん、自分でいけるのにと思って、自分の心臓マッサージと人工呼吸しませんっていう書類に自分じゃなくてお父さんがサインするんだっていうそっか、なんか切ね、なんかもう なんとも言えない気分になりますよね確かに。で、うん、で、しまして、で抗がん剤治療もまだ途中だったんですけど、1クール目の、でももうそういう状態なので、中断しますってなって。え、マジで。だって抗がん剤小さくするためにやってるのにさ。そうです。でもそれ以上やると、なんですか、その刺激でまた、あ、また同じようになっちゃうから、出血したら怖いし、うん、ってことで、で中止それで、本当は1クール目やって、で1週間入院で2週間退院できるっていうスケジュールだったんですよ当初は、うんうんうん、でもそういう状況だったので、
まあ、退院はさせられませんと。ずっと、まあ、2クール目が終わるまではいてもらいますって言われて、で、まあ、その出血もした後だったので、その後はしばらくあのモニター、あ、全部モニタリングされて、で、なんか立ち上がる時トイレでさえも看護師を呼んでくださいって言われて。あ、そうなんや。で、そうですね、もう歯磨きとかしてたらすっ飛んでくるんですよ、看護師が。あどうしたのとか言って、つけてるから、多分歯磨きしてる時に心拍数上がっちゃったのかな。そういうことね。飛んできたりして、うんうん、で、まあ2クール目まで順調に、何事もない、まあ、とりあえずあの倒れずに、倒れずに、その後は、あ、でもその間は、胃からの出血だったので胃に刺激を与えちゃいけないからって言って、絶飲食で何も飲めず食えず、飲めず食えずしばらくずっといた、地獄でしたね。あ、それどれぐらい続いたんですか？2週間くらい、1、2週間は絶飲食で、何食べてんのいいなと思いながら、だから絶飲食で2週、まあ、しばらくいて、しばらくいて点滴で、え、じゃあそこからはちゃんと一応できた、抗がん剤はできました、抗がん剤できた。2クール目がそのまま2クール目やって、で、まあ結局最初の入院から1ヶ月後くらいに2クール目終わって退院するんですけど、やっぱり胃を圧迫しててかなり胃をこうがちっちゃくなってた、容量がこう押されてて、はいはいはい、胃のね、容量、うん、自体がね、腫瘍に押されて、うん、なのでご飯が本当に食べれなかったので、あのずっと高濃度エネルギー液を入れてたんですけど、家に帰る時にそれを持ち帰らなきゃいけないって言われて、2クール目終わって帰る時に、うんうん、なんか家でも点滴してくださいって言われて、はいはい、でどうしようかってなるんですけど、通常は他の人はだいたい母親がポートの針の入れて抜き差しとか点滴とかしてくるらしいんですけど、うん、私は自分でやるって言って、自分で自分で自分でこれ刺してここに、うん、そう、ポートに、そう、そ、あ、それ自分で、自分でやるって言って、うん、母親にやられるくらいなら自分でやりますって言ってなかなか珍しいですね。そうらしいですね、いないって言ってますよね、なかなか。なので入院中に自分でここに針刺して抜いたりとか、あと点滴の管理の仕方とかをちょっとお勉強して、でお家持って帰って点滴、2クール目と3クール目の間ずっと点滴家でするんですけど、うん、毎日1本ずつ、うん、まあ自分で抜き差ししました。マジか、すごいな、頑張りました。頑張るね、毎日。痛い、痛くはない、ちょっと痛いんですけど、やっぱり必要なのは技術じゃなくて勇気らしいですで意外と看護師さんに刺されるより自分で刺す方が痛くないんですよ、うん、おお気持ちのね、そうそう、でポートはすごく簡単なので、うん、普通の点滴に比べてね、自分でできるので、うんうんうん、もう便利でしたもうで家でもあの点滴の、うん、あの何ですか、ゴロゴロするやつ、え、点滴、あ、点滴の点滴をコロコロさせるやつね、うん、もうレンタルして、うん、お家でコロコロして家の中で、そうマジで、うん、すごいな、そうやってました。なかなかレアな自分でね感じやけど、今でもちゃんと覚えてはいる、親に何かあった時に安心だなとか言ってね、名言、技術じゃなくて勇気っていうねいや結構多分ですけど稀有な存在だと思います、はい、まあそうなやってやってまあなんとか2月にまで来てまで順調に抗がん剤は行って6クール終わります、終わりました、終わりました。でその抗がん剤終わった時点で腫瘍はもう本当に抗がん剤始めてからみるみる縮小してて、よかったですね、そうなんです、すごい効いてくれて、なので最後の方にはもうご飯も食べる、だいぶ食べれるようになって、で、まあ、手術ができるからということで、うん、手術が決まります、お、手術は決まりますと、
で2月にその手術をするします再発のやつの手術ってことね。そうですね、うん、手術してその時はまた回復手術。そうです、もうがっつり今度は、うん、1回目の手術は、うん、みぞおちからへそ上だったんですけど、今度はみぞおちからへその下まで行って、かつ左にも切ってて、おお、なんか縦が20センチくらい横15センチくらいこうピーって切ってて、あ、結構大きい、結構じゃあがっつりいってるんやね。がっつりがっつり横いってて、だってわーって切ってて、回復手術の時さ、へその下まで切られた時さ、へそ迂回するのかいみたいな思わんかった？へそ迂回するんですよ、綺麗に。そうそうそう、そのままバッサリ切られると思ったら、へそのとこちょっとこういくんですよね、鍵穴みたいな感じで、こうなってるもん。そうで横に切って、で切って、で結構手術は、うん、長かった。どうだった？まあ時間的には7時間半とかだったんですけど、いろいろ切ってまして、はい、というとですね、まあ切ったものからまず言うと、うん、胃と、いい切りました、はい、膵臓、膵臓も、脾臓、うん、あと横隔膜を、あ、そこからだって原発がそこ、その辺から、その辺からっていうかね、切ってまして、で本当は最初手術前の説明では、まあ、基本的には開いてみなきゃ分かんないから開いてみてから考えるけど、まあ、胃は全摘かもしれないねって言われて、でもしかしたら小腸を切ったり食道を切ったりするかもみたいな感じで、なんか自分でも何を切られるのかよく分かんない状態で手術に向かうんですけど、うん、で目覚めてみたら、うん、その4つを切られてたと。そうですね。で、まあ、メインは胃外科の方だったので、胃外科の先生に手術していただいたんですけど、横隔膜の手術で呼吸器外科にもフォロー入ってくれたみたいで、で胃は部分切除、うん、で脾臓は全摘、うん、膵臓は部分切除 であと横隔膜は左半分全部ひっぺがして、うん、で今医療用のゴアテックスっていう素材が入ってる、入ってます、再建で。あ、本当に自分の今の中に。そうです、膜が、膜が入ってるの。入ってるらしいです。へ、横隔膜ってなんかね、仕切ってるだけだから大丈夫とか言って剥がしちゃって、左は。あ、そうなんや。なんか人工物入れてます。その代わりの人工物を入れてると。はい。あ、そんなもんなんね。そんなもんらしいですねマジか。で手術して、結構その副作用とか大変やった、手術の後の。手術の後はすごく大変 でまずその手術自体も大きかったので、うん、終わった後 ICU に入って、でも ICU、 私高校が ICU 高校ってとこなんですけど、ずっと高校在学中から ICU って自分たちで集中資料室、集中資料室ってネタにしてたから、ちょっとお、本物の ICU だと思って、ちょっと嬉しかったマジちょっともうネタにできんなと思ってどっちの ICU にも入りましたね。そうね、で1回目の手術の時は、うん、パニックになっちゃったんですけど、2回目の時はもう、ね、2回目で慣れてたんで、うん、逆にというか、なんかすごい目覚めた瞬間にめちゃめちゃハイテンションになって、うん、めちゃめちゃハイなんですよ、うん、もうなんかすごいハッピーな感じで大丈夫ですよ、なんかやってないですよね。なんかね、すごいテンション高くて、うん、やったみたいな。ね、傷もそんなに、なんか1回目やったっていうのもあるんでしょうけど、そんなにめちゃめちゃ痛いって感じもせず、で ICU めちゃめちゃ快適で、おう、ハッピーって感じだったんですけど、 ICU 出てからすぐに、40度の熱が出て、はいはいはい、で しばらく食べてないはずなのにめちゃめちゃ下痢が出るっていう。で調べたら、なんか感染してたみたいで、なんかマジで、そうで個室隔離されます。うわ、なんかすごいな、なんかいろんな経験してんねんな本当に。手術後に40度の熱で、しかもドレーンが4本入ってたんですけど、
それを引きずってトイレに行って下痢をするっていう、しかも何も食べてないのに下痢が出続けるっていう、いやめちゃめちゃきつかったです。体力的にもきつそう。であとなんか排気胸になったり、あ息できへんやつや、息しづらいやつや。そうです、息できなくなって、あそこまでやっていろ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 やって、で1ヶ月くらい入院して退院すると。はい、ありがとうございますもっとねいろいろ治療のこと聞いたらもっと入る、あの出てくるんでしょうけど、一旦ねちょっといろんな他の質問もあるので、はい、一旦それで退院して今に至ると。で経過観察です。そっから、はい、そっから経過観察で今に至るということでいいですかね。はい、まあちょっと当時の、あの手術前、あの発覚する前の写真がありますので、高校の時の写真ですね。ここ高校、はい、ICU 高校の時の写真ですこちらどうも。あこれ部活のトランペット持ってるんですけど。あ、吹奏楽？器楽部っていう部活で。器楽部。ブラスバンドの部活なんですけど。あ、ブラスバンド。高校の時の写真です。写真、はい、まあ、これは高校時をね。そうです。で、がんになったのがその18歳の時やから、本当に受験の、あの受験真っ只中。真っ只中というところで。でそれでがんになってから、治療を始めてこんな感じになります。どうもいいじゃないですかこれまた坊主が似合っちゃったんですよ、うん、似合ってるいやマジ似合ってるな、うん、いけると思って、うん、いける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 。えこの左のやつは何ですか。なんかこれはあと病棟のクリスマスパーティーの時にそうそう風船いっぱいあって、それを持って撮ってもらった、撮ってもらった写真ですね。この時はまさに治療中、治療中クリスマスなので4クール目くらいですかね。あ、まあ、右の写真が坊主にしてすぐだったんで、うん、よりハゲてますよね左の方が。あそっかそっか、入院中やからね。そうです、まあ、この時、まあ、あのこんな持ってるけど結構、まあ、一番大変な時は脱出してる時。ああそうですね、左の方。でもまあ抗がん剤治療中ではあるのでめちゃめちゃ吐き気はありますよね、うん、吐き気はあるという、まあこれが当時の闘病中で、で、抗がん剤治療が終わって、手術も終わりましたというところでこの写真になります。どうも。これ退院して1、2週間後。えマジで結構すぐで。確かに、だって2月手術して、そう退院3月の本当終わりだったんで、終わりぐらいで桜咲いてるんで、もう外で大丈夫やったの。ねえ今から考えると何をしてるんだって感じよく出れたなっていう。これはウィッグですね。ねウィッグ全然分からへん。ウィッグの写真。いい感じ。いい感じ。どの写真も素敵ですコメントが来てますね。あ全然分からへん。ウィッグもすごい安いやつで。あ、そうな。3000円とかそのくらいのやつ。おお、それ何個か買って。何個か、そうですね。いろんな色の。うーん、OK、全然いいっすね。うん、でその後、これが春で、これが夏。ドン。これはもう、はい、ミッキーさんと。ミッキーさんとミッキーさんとお父さんと妹なんですけど、もうあのやっぱ夏ウィッグ暑いし、ウィッグ好きじゃなくて、うん、脱ぎたいと。おでも脱いでディズニーに行った時の。ああそうなんや。もうウィッグ卒業して。ミクももうすぐ卒業しました。もう5ヶ月くらいで卒業して、うん、6ヶ月後くらいには、抗がん剤終わって6ヶ月後くらいには髪を染め出します。そうなのね。そっか、なかなかそうですね。まあそんな女性でやったらね、結構ウィッグつけてる人多いと思うんですよ。みんな気にして結構つけてるんですけど、あれうざいんですよ、うん、もう暑いし蒸れるし邪魔だし、うんうんうん、で自分意外と似合ってんなっていう。そう、ね、あのショートカットが似合ってるからね、いけると思ってやめます。やめます。あ、じゃあもう本当に退院したら結構アクティブにいろんなとこ行ったりとか。まあでも基本は車、お父さんに車出してもらってって感じで、はい、ありがとうございます。そのね、あの家族のことをちょっと、はい、あの言っていきたいんですけれども、はい、はい、その家族といったところで、まあ、あの
ご両親になったりとか、で妹さんもいらっしゃったということで、うん、弟もいる、弟も3人兄弟、3人兄弟、長女、長女です。お、長女が一番ファンキーな感じかもしれないですけどどういうサポートがあって、どういうことが嬉しくて、うん、で こういうサポートしてほしかったなっていうのはあったりとかしますか？家族関係はですね、何も変化はなかったです。そこも良かった、私にとっては良かったんですけど、うん、もう本当、まあ、今まで見たら分かる通り、私は割とこうさっぱりした感じのタイプなんですけど、うん、もう本当両親もそういう感じで、うん、もうがんの告知の時も私も泣きませんでしたし、マジで、うん、両親も共に泣くみたいなこともなく、もうドラマみたいなことは一切起こらず、お、うん、でもう本当、でもお見舞いも本当に洗濯物取り替えに来てもらうだけ本当にそう、そんな本当ずっとなんかついてるとか、あ、全くなく手術後とかはさすがについてくれたりしましたけど、まあまあ、ね、うん、普段抗がん剤の時とかも、うん、もう、がんセンターに転院してからはお父さんの会社がここから近くて歩いていけるくらいの距離にあったので、お父さんが毎日仕事終わりに洗濯物を取り替えに来て、うん、終わりです。あ、けどまあそれはそういう感じの方が良かったってことよね。でも私もあんまり来てほしくなかったっていうのもあるので全然良かったです。あ、逆に兄弟とかの関係とかも変わらず？あ、全然何にもないです。じゃあ今までリクエストとかこうしてほしかったっていうのは特にない？特にないですね。逆に今まで通りのように接してくれてありがとうみたいな感じ？まあ、ありがたかったです。お父さんとか前に車で送ってくれたりして、ああ、そっか、ありがたいなっていうくらいですね。カモケ、そうらしいです、はい、特に何もないですまあまあ、だから家族関係は良好だったんですよね、っていうことですよね。まあ仲はいいのですごく、うん、いや、それに越したことはない、ありがとうございます。じゃあ、はい、恋愛結婚、これはですね、話すことは一切ないですねまあ、もちろんまだ結婚はしてないんですけど、がん罹患当時、今も共に彼氏も いないので、うん、特に話すことはございません。あ、では質問です質問です、はい、じゃあもし今後彼氏ができたとするときにがんだって、うん、っていうことは、うん、まあ、言いますか言いませんかっていうと言いますね。言うと、じゃあそのタイミング的なところってどんなタイミングで言いますか？もう私、友人とかにももうフェイスブックで全部がんでしたっていうのは書いて全員伝わってたりするので、でもこれからできる友達に対してもがんだってことを隠すつもりは全くないので、多分もうその友達関係の時点でがんだってことは言うと思います、うん、あ、もうし、でも知ってたりだとかして、うんですね。そこからいいなっていう人とゆくゆくは、まあ、あんまり結婚願望はない。こら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 少子化今はない。少子化、まあ、いい人がいればね、まあ、ね、まあ、いい人がいたらね。でもがんだってことは確実に言いますね。はい、ありがとうございます。まあ、その中でね、妊孕性のこと、さっきもちょっと話してくれてたんですけれども、はい、まず抗がん剤治療する前に先生から、はい、まあ、生殖機能を温存するかという話があって、うん、で卵巣を取るっていう話があったんですよね。あったんですけど、結局、やらずに、うん、で抗がん剤始まって、まあ、生理は止まったんですけど、うん、もう終わったらすぐに戻ってきまして。あ、そうなん？そうなんですよ。なんか同じ抗がん剤やってる女の子たちにも聞いてみたら、結構みんな戻ってなかったりするんですけど、もう私ほんとすぐに戻ってきて、もう今でも普通なんで。普通なんよ。へえ、まあ、良かったですね、うん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 、心配はないって感じです、うん、その点に関しては。その点に関しては、そっか。じゃあ、まあ、一応あの生理が戻ってきていて、まあ、普通に、まあ、けど、ね、そこからまたできる、できやすさできにくさとかまだちゃんとね、まあ、調べないと分からない、調べてないんですけど、まあ、とりあえずはまあ普通だろうとかなっていう感じではあります。え、そのね、ちょっとさ、ちょっと戻るんですけど、うん、その妊孕性温存しますかとなった時に、うん、結構将来のこととかいろいろなこと考えて、やっぱいいですってなった感じですか？うん、そうですね。やっぱりその卵巣摘出ってなると、うん、手術なんですよ一応、うん、腹腔鏡下手術で、でその後すぐに抗がん剤っていうスケジュールが組まれてたので、その一応
まあ、腹腔手術ってそんなに体力が落ちないと言われてるんですけど、それでも手術した後にすぐ抗がん剤で副作用もあってだと辛いかなっていうのと、まあ、あとはやっぱり今子供が欲しいという気持ちもなかったですし、意外と高いんですよね。うわそう、卵巣保存って高いよね。結構高いんですよ。うん十万いくっけ。結構そう、なんか見てびっくりして、こんなに高いのかと。100万は いかへんかなですかね。なんかあんまり詳細覚えてないんですけど、そうね、結構高いよね。しかもあの確実に使うわけでもないし、決まってるわけでもないし、絶対子供ができるわけでもなく、うん、しかも凍結したらその年ごとにまたかかってくるね。そう、年ごとに維持費もかかってくるんで、まあいいかなと。その時はそれは自分で判断した、両親は別にそこには関わらず、あ、まあ、自分と、まあ、お両親とも話していく中でそういう判断をしましたね。はい、まあ、そういう感じらしいです、うん、はいはい、ありがとうございます。で、サクサクあの行きたいと思うんですけども、学校のことと、まあ、学校、はい、当時、当時は高校3当時予備校生です。予備校の 5月やか。そうです、そうです。だから学校のことっていうことになると予備校のことになると思うんですけれども、当時休んだんですか、予備校は。あ、それはまあ手術して、うん、からがんだって発覚する、もうだから5月から1学期っていうんですか、夏前まではもう行かず、うん、行けない、うん、行けない行けないから行かず、うん、で10月に3月、まあ、8月の夏期講習はちょっと出たり講習出たのね、ちょっと出たり、そんなフルではやんなかったですけど、うん、ちょっと出て、その当時はまだあの受験する気はありました。おい、8月に再発前 は, 前はでも、夏明けて、まあ、ちょっと2学期も通うんですけど、再発が分かります、分かりますっていうか、分かる前にもう自覚症状が出ます、うん、苦しい、うん、で再発する、でやめました受験はね、うん、もう無理だと。そらね、無理ですね、うんうん、もうがっつり手術の日、手術の予定が受験らへんだったのでやめますと。やめました。それあれ、休学届的なんだ。あ、もう退学。あ、退学なんだよ。退学しました、うんうん、退学して、で治療に専念して、で去年で2月に手術して、4月ぐらいにはもう桜見に行ってるわけですもんね。まあでも車でですからね、そんな歩いたりしてないんですけどね。けどその4月から予備校は復帰した。してないです。あ、してない。無理ですよね普通に考えてうんうん、うん、無理でしたもうそこはだってね、うん、体力も体重も結局抗がん剤も手術含めて10キロくらい落ちて、もともとすごい痩せ型でもう細いねっていう感じだったんですけど、そこからさらに10キロ落ちて、で、まあ、胃も切ってるんで増えない体重が、で体力 もう抗がん剤治療中本当に外出せず、まあ、感染とか怖かったんで免疫力落ちて、もうずっと家にこもって車で病院来てって感じだったんで、うん、本当に体力もなくなって、筋力も落ちて体重も落ちて、うん、でなんか勉強もしようと思ったんですけど、座ってるのも辛いんですよ、うん、お尻が痛い、うんうん、脂肪が落ちすぎて。そう、意外と座るのって体力必要やねんな。そうなん、そう、ね、なんか座ってこう同じ体勢でっていうのがすごく辛くて、うん、全然勉強もできなくて。じゃあもうその1年はもうで最初はですね、でも、まあ、受験しようかなってちょっと思ってたんですけど、うん、こう勉強していく中でやっぱりちょっと苦しきついなっていうことを悟り始め、うん、さらに夏後に、去年の夏後に一回なんかまた腹痛が起こるんですよ。はい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 。で夏後に、はい、もうそれが最初の腹痛の痛みと似てて、そのディズニー語ですよね。そうです、そうです、うん、で俺再発したんじゃないかと思って、夜中だったんですけど、本当夜中の12時くらいに慌ててここに来るんですよ。うーん、車飛ばして、うん、そしたら CT 撮って何もないですって言われて、何もなかったんですよ。
よかったですね。それは良かったんですけど、何もないは何もないでどうしようかなもなくて、ね、何のための何の腹痛なんやっていう、もう全然分かんなくて、でもとにかく痛くてっていうのがあって、もそこで完全に心はぽっきり折れました。あもう受験に関する、その後受験に関する、うん、ぽっきり折れて、であとはやっぱり受かったとして、4月から大学に通うってなったら通えるのかって考えて、真剣に無理だという結論に達し、うん、でもう1年その次の後ろにしようかな、後ろにしろっていうことで、で今年の春から予備校に通ってる。はい、なので今、まあ、勉強真っ盛りの中来ていただいたわけですよね。ずっと毎日勉強してる中ね。ね、そっか、はい、ありがとうございます。そういうような、まあ、治療しながら受験ってなるとね、うん、結構大変だからね。大変ですね。体のこともあります、うん、ね、その赤井ちゃんにはじゃあ来年ね、本当に受かって いいところに受かって、そしてまたあの報告してもらいたいなということを思います、ね、いい報告ができればいい、はい、ありがとうございます。では次、辛い克服、どのとあの肉体的にと精神的に辛かった時にどうやって克服したか。精神的にはですね、やっぱり1回目の手術が決まって、うん、お腹を切りますって言われた時の傷残るっていうのが一番精神的にショックでした。うん、ねえ、ね、女性やから、女性やからね、まあ、まだね若いしピチピチだしまだビキニ着れるかなみたいな、お腹も出したいなみたいな、そうね、のはちょっとショックはありましたね。どう克服というか、どうそれはもう時が解決してくれました。あ、時がね、その時は きついけど、その後そうそうそう、まあそういえば私海はそんなに好きじゃないなとか思い始めて大事大事いっかみたいな、いっかみたいなね、大事大事大丈夫。肉体的には、肉体的にはやっぱ2回目の手術の後が一番きつかったです。全部いろんなとこ切った時もう痛くて、痛いし、痛いし、いろいろなんか熱出たり下痢したり、肺がしぼんだり、とにかくつらかったです。その時はどうしました？いや、もう我慢とまあ気を紛らわせるという意味では、友達とずっと LINE とかしてたり。あ、そこは LINE ですよね。 LINE です。同じ病院の中で、手術した病棟が、顔がざいの時に入院してた病棟と別の病棟だったんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、その別の病棟にいる子たち、子に抗がん剤の時の病棟の友達たちの時にできた友達にと LINE ずっとしてたりはしました。あ、その子たちも入院してる感じ？それとも、あ、その子もそうです、その時抗がん剤治療してて入院してて、いろいろ LINE したりとか、うん、そうそう、すごい今時やな。今個室隔離されてんだけど本当出たいみたいな LINE をずっと送ってました。へでは同じような人たちね、同じようっていうか、あの一緒に闘病してる人たちとの支えがあったということですよね。ありがとうございます。後遺症、後遺症はですね、やっぱり胃を切った後遺症が一番ひどくて。胃どんぐらい切ったんやっけ、最終的に。最終的に3分の1とか半分とかそのくらい切ってるんですけど、うん、やっぱ胃はすごい大変です大変です。例えばまず、まあやっぱり食事量は減りますよね、うん、でまあ、分割食とかしてたり、あとはやっぱ刺激物とかも食べれないし、私コーラとかめっちゃ好きなんですけど、コーラは飲めなくなっちゃう。あ、そうなコーラ飲まれへんねや。コーラ飲めないの本当ショック であと辛いものとかそういうのも避けつつ、あとはあのダンピング、うん、ダンピング、ダンピングっていうのがあるんですけど、簡単にちょっと、まあすごくざっくり言うと、食べた後に体調が悪くなるっていう。おー、すごいざっくりやった。すごいざっくり。食べた後ね、いきなりこう血糖値が。で、そうなんです。なんか前期と後期とかあって、私の場合はですけど、まあ、人によって結構違うんですけど、私の場合は食べて本当10分とか3もう30分以内に全部下痢がすごくて、もうすごい下痢か、うん、あとは吐くか、どっちかで出てっちゃうっていうのと、あとそれから数時間後にあの血糖値がね、急激に上がって
ってそれを下げようとしてインスリンを体が出しすぎて逆に下がっちゃうっていうあれなんですけど、血糖値が下がると本当にもう立ってられないしフラフラしちゃってもう行動不能になります。どれぐらいでそれ治ったんですか？治った？いやまだ。それは全摘してる人の方がもちろん回数的には多いのかなっていう感じで、私はそんなに量としては多くないんですけど頻度は、うんうん、それでもまあたまにあるかな。まあ、最初の頃は多かったんですけど徐々に減って、でまあちょくちょく起こる。まあだから逆にあんまり起こらないからこそ急に起こった時に怖いよね。困っちゃいますね。あ、気ぃつけてることある？あ、やっぱりあの糖分を持ち歩くっていうのはしてます、うん、これ言い切った人あるあるだと思うんですけど。そう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 、ね、みんな持ってるよね。みんな持ってるんです。アメちゃんとかもあるしね。そう、ラムネとかチョコとか持ってで下がった時に食べるようにはしてます。そういう感じ ね、 あとは逆流とかしてきたり、寝っ転がるとそっかそっかもう上がってくるんですよ。そっかそっか、内容が物が、うんうんうん、それは結構きついですね。ありがとうございます。まあその後遺症たちもどう付き合うっていうか、もう慣れるしかない、まあ、ですね、本当に手術から1年経つまではもう結構大変で体重も増えてこないしすごい焦りがあったんですけど、でもまあ、スタンドアップっていう若年性がん患者の会に入ってるんですけど、そこで胃を切った方には何人か出会って知り合ったんですけど、みんななんかしばらくすれば食べれるようになるとか良くなるとか言うけど、うーん、まあ本当かなっていうのを思ってたんですけど、実際こう1年経ってからすごい良くなってきて、うん、だいぶ体重も増えまして、うんうんうん、で食べれるようにも徐々にはなってきてるので、まあ、あとは徐々にもう増やしていければ食事量いいなと思いますね。あ、じゃあ1年経ったらだいぶマシになってきたって感じか。だいぶマシになりました。はい、ありがとうございます。まあ、そういうね後遺症とも戦いながら、はい、本当にあかりさん今もいらっしゃると。他に何かある後遺症は？他は横隔膜が人工物になってるんですけど、そのせいなのか分かんないですけど、すごい横隔膜らへんは痛むことが多いですね。特に冬とかはなんかすごい痛くなっちゃったりして。痛って？ですごいやっぱ深く息を吸ったりするとなんかやっぱ違和感みたいなものは、うん、ある、うん、思い込みかもしれないですけどね。まあ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 、まあ、ちょっとありますね。ありがとうございます。まあね、けどそこ人工物入ってそういう雨の日とかも痛くなる感じ？あー、ありますね。やっぱ雨の日とかって傷うずいたりしません？うん、っていう、うん、たまにある。うずいたりとかはあります。 ありがとうございます。まあ、そういうのもありつつっていう後遺症で、はいはいはい、あと数個あるのでちょっと、はい、半過ぎちゃったんですけどもうちょっとだけ延長させてください。はいはい、トラブルがあったから関係で申し訳ございません。はい、反省失敗、あの時こうしておけばよかったなと、はい、あかりちゃんが思うこと何でしょうか？全くないです。うおいいっすね。全くないです。いいっすね。全然ないです。ほんまに全然後悔は基本的にはしないようにとは。おお、なんか人生哲学みたいな頑張ってるんで。まああれですね、ちっちゃいことはありますよ。例えば、うん、ちょっとご飯食べ過ぎちゃったなみたいな。あ、うんうんうん、自分の胃の容量把握しきれてないなみたいな、うん、ありますけど、まあ、大きなこととしては特には。あ、ほんまに。そっか、じゃあ、あの時こうしておけばよかったっていうのは特にまだ今のところないと。まあ、強いて言うなら坊主にしたんですけどね、髪抜け始めて、うん、坊主にする前にもうちょっとなんか遊んどけばよかったなみたいな髪の毛を。あいきなり坊主にしちゃったからもっとモヒカンみたいにしてからあしてない段階を経てそれなんか結構する人いるじゃないですか。俺したもん。俺したまずこっちだけ剃って写真撮って、そうそうそう、まずこっち剃って写真撮ってモヒカンにして撮るみたいなね。そういうのをすればよかったなっていうのはちょっとやってないんや。ありましたねくらいですそうだね、せっかく髪の毛で ね最後遊べるからね。せっかくね坊主にしてできる機会なんてないですから。ないからそれやった、それ多分あの若い患者ある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 、うん、
結構みんなするんだよね。そう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 、あの抗がん剤抜ける前にみんなするもんね。吸いますよね、坊主にね、うん、もうやっとけばよかったな、はい、ありがとうございます。医療従事者への感謝要望、よかった、はい、あの感謝することとこうしてほしかったっていう要望ありますか？本当にもう感謝しかないですね、これに関しては。ほう、すごい。もう例えばどういう感謝がありますか？本当にもう特に先生方なんて、うん、こっちが心配になるくらいずっと働いてて、ね、なんか患者ながらに、うん、なんか夜中に来て次の日の夜11時に来て次の日の朝6時にまたいたりして、で家に 帰りましたとか言うんですよ。帰ってないかもしれないでなんか入院中もずっと毎日来てたりして、本当にすごい大変なお仕事だなと思って、本当にそこが感謝しかないですね。いや、お医者さんでなくてもあえて言うと要望とか看護師さんだったり、看護師さんもすごい仲良くしていた、仲良く、特に小児病棟だったので入院してた病棟が、すごい本当お友達は言い過ぎですけど、すごいフランクな感じで接してくれて、うーん、まああれですね、就寝時間とかを守んなかったのはちょっと謝りたいですねトランプもうちょっとで終わるからとか言って、ちょっとよく、そう、就寝時間何時でした？9時でした。9時ですよね。9時に寝れるわけないですよねね、ね、だからもうちょっとね、そう、就寝時間、これ病院によっても違いますもんね、就寝時間ね。あ、でも前の病院も9時でした。前の病院も、だからまあ強いて言うなら要望としては、就寝時間をもうちょっと伸ばせないんですかねせめて大人はね、もうちょっともうちょっと起きてたいなっていう心はあります、ね、本当に。 お顔も綺麗ですか、声もすごい綺麗ですね、声褒められることあんまりないです。おー、いいですね嬉しいですね、はい、あとお医者さんのところではあの同感ですということも、うん、本当にコメント来てたりします。キャンサーギフト、キャンサーギフトですね。あ、キャンサーギフトってあの癌になって失ったこともいっぱいあるけれども、強いて得られたものって何でしょうかと。これはですね、本当にもう強いてどころじゃなくて、もう本当に今の自分自身、今の自分がもう本当キャンサーギフトって感じで、もう本当もう癌にならなきゃ今の自分も全然変わってたわけですし、癌になってやっぱり自分自身と見つめ直すいい機会になって、であんまり今までって本当自分にあんまり素直になれない感じで、自分からずっと逃げてた、逃げて生きてきたって感じだったので、癌をきっかけに本当自分自身と向き合えて、でもちろんまあたくさんの出会いもありましたし、すごいね、幸せだなとは思いますね、癌になって。だけども、まあそのキャンサーギフトで、だからそういったいろんなものに向き合えた自分が、もう最終的に言うだったと。そう、今の自分を手に入れられたのはがんのおかげかなっていうところはありますね。なんか友達とかとも話してて、うん、なんかがんになってからちょっと優しくなったねとか顔もすごくなんか丸くなったとか言われることもあって、そういう自覚は自分でもちょっとあって、うん、がすごいよかったっていうのもあれですけど、今までの高校の時は本当何したいかも分からず、どこに行けばいいのかも分からずって感じで生きてきたので、本当がんをきっかけにこういうことを考えられたっていうこともすごい良かったなと思ってます。はい、そういう、まあ、向き合えた自分というのはキャンサーギフトだったという、素晴らしい言葉をいただきました、はいはい、そんな赤井ちゃんの夢、今後大学入って今後どうしていくさ。そうですね、まずすごい最近思ったのは、はい、まあ、闘病中こう、まあ、がんノートもそうですけど、闘病が終わって元気にしてる人を見るとやっぱ希望が持てるんですよ。うーん、特に闘病中なんかは、うん、テレビとかだとやっぱどうしても亡くなってしまった方の話とかが多くて、そういうの見てるとすごい辛くて、でもこう元気になってこうやって話してる人を見ると希望が持てますし、実際私もこうたまにこの病院に来た時にもなんかあかりちゃんを見てると希望が持てるみたいなことを言われたりして、それがすごく嬉しくて、だからもうまず本当生きて元気にしてるっていう自分を発信していくことで
誰かの希望になれたらいいなっていうすごい壮大な夢を。あ、いいね、まあ、自分がだから今闘病中の人たちの見通しになるっていうことだよね、うん、なれたらいいなって。でやっぱあとは、綾世代、はい、あの15歳から39歳の世代のアダルトやがるアダルトアダルトの、まあ、私も綾世代に該当するんですけど、綾世代の支援っていうのはまだまだ、まあ、やっぱ高齢者とか小児がんに比べたらまだまだなのかなっていうのは思うので、うん、そういうところに携われていけたらなとは思ってますね。素晴らしい、はい、そういう、あ、たじゃあ携わっていけたらっていうことは結構じゃあ医療系とか今後目指す感じ、医療系に行きたいわけではないんですよ。私はやりたいのはどちらかというと、うん、なんていうんですか、医療って直接的支援というか、うん、病気自体を治すことを目的にするじゃないですか、うん、じゃなくて法律作る側違う病気を治すんじゃなくて、もっとなんていうんですか、心のケアとかそっちの方に興味があって。あ、そうなのね。そうす、そっか、そういう法律作る本当岸田さんのやってることも本当すごいなって尊敬してますし、ありがとうございます。すごい20歳しっかりしてますね言われてますね、まあ、そういうじゃ あのそういう社会を作っていく側ってことよね。そうですね、啓発とかもしていけたら、本当大学入ったらちゃんとスタンドアップとかもいろんなことも盛り上げていけたらなっていうふうに思ってます。素晴らしい、ありがとうございます。そういったことをしていきたいというのが赤井さんの夢でした、はい、最後、今闘病中のあなたへ、今実際ね、あの入院している方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、はい、その方に向けて、あの2カメさんに向けて、はい、2カメ2カメって言うんですね、はい、出していただければと思います。ドン、はいはい、ちょっとこちら、はい、ドン、はい、どうなってんのか、はい、これ失ったものより得たものに目を向けてということで、はい、やっぱりがんになってすごい失ったものって私自身も多くて、うん、もう当然物理的に臓器とかを失ったり、うん、まあ、時間も失ったり、すごい苦しいこともたくさんあったんですけど、そんな中でやっぱりたくさんの人の出会いであったりとか、すごい得たものもたくさん多かったなっていう。で最初の頃は本当にすごい後ろ向きで、うん、もう苦しくて何もかも失ってっていうことばっか考えてたんですけど、なんか今の自分がんになったからこそ得られたものっていうのを考え始めたら、すごい心もやっぱり軽くなってきたので、なので失ったものよりも得たものの方をに視点を向けていけたらいいんじゃないかなって、まあ、過去の自分に言ってあげたいっていう言葉なんですけど。はあ、いい言葉、すごい、コメントでも心強いとか応援しますとかも来てやっぱ失ったものもね、本当にやっぱそこにそれに目を向けがちな時もありますもん ね。ただ 今から振り返るとそれじゃなくて得たものが結構いっぱいあったと。あった、ありましたね。がんになったからこそ得られたものっていうのはたくさんあるので、そういうものを大切にしていきたいなっていう、はい、いうあかりさんからのメッセージでした。はい、ありがとうございます、はい、それでは、最後、あのインフォメーションに入っていきたいと思うんですけれども、次回のがんノートがですね、5月27日2週間後日曜日にですね、13時からちょっと場所がですね、気象がんセンターさんとコラボさせていただいて、1階の、気象がんセンターの待合室で行うことになります。あの国立がん研究センター中央病院さんので清掃腫瘍の、あの曽我さんを、お呼びしてお話ししていきたいということを思っております。また、このがんノートはですね、皆様のご寄付だったりご支援によって成り立っておりますので、ぜひもしよければホームページからご支援のほどあのご確認いただければと嬉しく思います。また、協賛してくださっている企業さんとして、山口県でリフォームあのマイスター周南というものだったりだとか、あとペンストマイスター山口を運営されております傍聴コム様と、あと息を作るのアフラック様、そして、IT がグローバル企業 の, あの IBM 様に、ご支援もいただいておりますということで、はい、そういった形で今日終わっていきたいと思うんですけれども、どうでした、あのハプニングありましたがびっくりしましたね、ハプニングありましたが、どう喋ってみて、いろんな自分の、いやもうまだまだ時間が足りないって感じです ね。いや多分本当入院中の紆余曲折とかもっといっぱいあるんだろうね。ありますね。でももしぜひ見てる方でね、肝未分化胎児性肉腫に聞き覚えがある方とかいたらね、
ぜひご連絡していただきたいですね。はい、多分身分と再生性肉種の会をあかりちゃんが会ってほど多分ニーズいない。まだ出会ったことがないので、はい、ぜひぜひそこのつながりも作っていければと思います。、はい、あかりさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。